こんにちは、フォルクスワーゲン池上です。本日は前もやったんですけども、今回はおさらいとして T クロスのファーストとファーストプラスについて の装備の違いを説明させていただきます。おさらいさせていただきます。まず外装からいきます。はい、一番分かりやすいのがこちら、アルミホイールのサイズです。サイズとデザインです。こちらは T クロスのファーストですね。16インチのアルミがついてます。黒くて引き締まった印象ですね。はい、でこちらが、T クロスファーストプラスの方のアルミホイールです。18インチになってます。かっこいいですね。で、こちらというか T クロスファーストプラスはデザインパッケージっていうのが選べますので、アルミの色とかも色も変わります。あとはそのデザインパッケージによってミラーの色も変わります。はい、機能に関しましては、レーンキープアシストファーストプラスにはついています。であとは細かいんですけども、内装のアンビエントライトがついています。で、車両本体価格は339万9000円ファーストプラスですね。ファーストの方は303万9000円の車両本体価格になっています。すいません、あと1個外装忘れてました。ルーフレールの色も違いました。ファーストプラスはシルバーで、ファーストはブラックになってます。どちらもいいところがあります。今こちら展示している車両は、これくださいって言ってすぐ次の週に納車が可能な車両になってます。ぜひ皆様、ご来場ください。お待ちしてます。本日の動画は以上です。ありがとうございました。